炭水化物ダイエットや低炭水化物ダイエット、そういったことをしなくてもですね、美味しく白いご飯を食べながら痩せる方法が実はあるんです。白米にある簡単な手間を2つ加えるだけでカロリーを 50% カットすることができます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、その2手間は何なのか、どうすれば白米のカロリーをカットできるのかというのが分かってきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、日本人が大好きな白米、ほとんどの方が毎日口にしていると思います。ですがこの白米、実はですね、食べ過ぎによっては体重増加にかなり影響があります。ダイエットをしようと思っている方は少し白米を減らしている方多いと思いますが、実は白米の量を減らさずにですね、カロリーを半分カットする方法があるんです。その方法の一つとしてはですね、ご飯を炊くときにココナッツオイルを適量入れて炊くことです。意外ですよね。もちろんココナッツオイルというのは匂いが少しありますから、多少ご飯を炊いた時に香りがするかもしれませんけども、入れる量はほんの少しで OK です。ご飯の量の 3% でいいです。 3% もう計算するのめんどくさいやって方はですね、ティースプーンにすくってちょびっと入れてください。それだけでカロリーをカットすることができます。それはなぜなのか、実はココナッツオイルをご飯炊く前に入れてですね、炊くことによって米粒の表面にオイルの膜を張ってですね、血糖値の急上昇を抑えてくれます。食べる順番を変えるダイエットとか、もちろん急に口にしたもので血糖値が上がってしまうので、血糖値というのはうまくコントロールできればですね、同じ量食べてもダイエットが可能になります。その血糖値を下げることができます。ココナッツオイルをご飯炊くときに入れることによってですね、お米に含まれるデンプンというのが栄養として吸収されにくくなると言われております。そこでもう一つカロリーを半減させるポイントです。白米にココナッツオイルを適量入れてご飯を炊いた、そして炊き上がった後にですね、ご飯を冷蔵庫で冷やしてください。一度冷やすだけでいいです。そしてまた温めて美味しく食べてください。それでカロリーが半分減ります。ではなぜ冷蔵庫に入れる必要があるのか。温かいご飯が一度冷めることによってレジスタンススターチという成分がカロリー削減に大きな働きをしてくれます。通常のデンプンよりも吸収されにくいレジスタントスターチというのは体に吸収されることなく排出されます。ですので1合食べた場合だいたい550カロリー程度なんですけども、ココナッツオイルを入れて炊いて一度ご飯を冷ましてまた温めて食べる、そうすることで同じ量を食べてもですね、血糖値の上昇を抑えるレジスタンスとスターチが成分として出てますので、デンプンの吸収を抑える、そうすることでカロリーを半分カットすることができます。これで美味しくご飯を食べることができます。一度冷めたご飯はですね、温めてもレジスタントスターチはありますから、安心してカロリーが半分になってます。それで食べてください。ですので市販のもので言うと砂糖のご飯とかありますじゃん。一度冷めてますから、実質栄養のカロリーの成分で言うとですね、米の重量のカロリーで出てますけども、実際一度冷えてますから、実は炊きたてのご飯よりもカロリーがカットされます。ですがココナッツオイルを入れてませんから、米の表面にはオイルの膜がありませんので血糖値というものは上がってしまいます。ですが一度冷えてますから、レジスタントスターチという成分が出てますので、まあ、実質栄養の吸収というのは少し削減されますので、まあ、砂糖のご飯というのもありだと思います。ということで今回は白米のカロリーを半分カットできるとっておきなダイエット方法の紹介でした。勉強になった方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。これで美味しくご飯を食べることができます。無理な食事制限、無理な運動に頼ることなく、美味しくご飯を日常的に食べながら300カロリー、500カロリー適度にご飯の量を同じでもカットすることができるので、無理なくダイエットに成功することができるでしょう。勉強になった方はよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。you